髪型もよし。今日も頑張らないとね。アリシア様、入ってもいいですか？コトカちゃん、いいですよ、入ってきて。おはようございます。今日も大変そうですね。おはよう。そうね、今日は第978万2624地球中の4つの星の観測と帝国の方の見直しらしいわ。まだそこの言語理解してないですね。コトカちゃんは見てるだけでいいよ。お話は私がしておくから。本当に力になれなくてごめんなさい。覚えることの量は神世界規模で見ても間違いなく世界で一番多いから仕方ないわ。私も全部覚えるのに1年もかかったし。1年で覚えたんだ。アリシア様には勝てないな。私ソルテ、今日は勉強が終わったら4時間ほど、私がパト様の訓練相手になるから玉座の警備を送らせてちょうだい。先行部隊と護衛部隊の方は私から連絡しておくわ。それじゃあ抜けがないようによろしく。さて、今から起こしに行かないと。ソルテ様おはようございます。おはようソルテ、今日も朝から大変そうね。アリシア様にコトカちゃん、おはよう。忙しいのは朝だけだから、今はパト様自身の成長アシストだから全然。そっちの方が本来の帝国の仕事をしているのだから大変でしょう。今日も遠出です。それが終わったら従属新数名と私たちで法律会議ですし、まあまあのボリュームかな。本当大変そう。アリシア様がいるから大丈夫だと思うけど、エラーや魔物には気をつけてね。はい。今日終わったらそちらに遊びに行きますね。ぜひ来てください。それでは私はこれで。平然としてるけど、ソルテ様が先行部隊とか護衛部隊の活動の状況とか範囲を伝えてるんですよね。帝国の神様方はみんな優秀すぎますよ。今はコトカちゃんも帝国の神様なんだから頑張らないとね。頑張れ、帝王代理補佐。肩書きが大きすぎます。さて、今日はコトカちゃんにとって2度目の遠出になると思うけど遠足気分で楽しんでくれたらいいからね。遠足気分ですか。距離はここからだいたい70光年くらい。距離にしたら665兆キロですか。時間が時間ですし、それを30分かけていきますね。ここにいると常識が狂いそうです。出発したから今のうちに準備しておきましょう。これが今日の使う資料の一部だから今から教えましょう。30分でこれは。一応今から異空中の環境とか歴史、気候、最低限のことは学んでおかないとね。これが最低条件で、そこの地空中を管理してる配下神の上級神と会議するんだからこれは知っておかないとね。はい、努力します。この人、優しいんだけどかなりストイックなんだよね。じゃあ、アリシア様、モンスターです。何言ってるの、ノイズにしか聞こえない。アリシア様、どうするんだろ、戦うのかな。そう、順調そうで何よりです。それじゃあ近況報告と現時点の問題点について話を詰めましょう。さ、コトカちゃん、行きましょう。待って、この目の前のモンスター、神なの。アリシア様、目の前の方は、この地空中を管理してる中級神、霊夢よ。この先の道案内役で待っててくれてたんだって、ちょっと遅かったかもしれないわね。さっき目やれちゃった。反省。この地空中問題は些細なものでよかった。おかげで私が直接終わらせれる内容ばかりでしたしね。相変わらず何やってるか全然わかりませんでした。今から30分後に帝国に着いたらメリア様のところに行くから、それまでに帝国の法律で不十分な点がないか確認しましょう。アリシア様は不十分な点とか見つけたのですか？そうね、前々から修正の検討を入れたい法律が4つくらいあるからね。すごいですね、法律はまだ6割くらいしか、しかも詳細と内容となるとまだまだで。まあまあ、時間はたくさんあるし、気長に覚えていきましょう。とりあえず、私が今回気になってる法律と修正内容、それに伴う書類を作っておいたからコトカちゃんも見ておいて。多すぎません。今回の修正法律書類と追加したい法律の2種類両方用意してるからぜひ眺めてて。は、はい。やっぱりメリアさんが気に入るだけのことはある、この人。苦労を苦労と思ってないタイプの人だ。しかもアリシア様なんでもできるからメリア様についていけるし、完璧すぎるよ、この二人。メリア様、ただいま戻りました。お疲れ様、帰って早々だけど会議行けるかな。はい、ちゃんと準備はできてます。メリア様は今回何件議題を出すつもりで。修正が4件と追加が数件かな。第57条第2項と第81条と第154条第3項と第238条ですか。前から少し不具合というかしっくりこなくてね。なら今回の議題で詰めましょう。私も何件か提案はありますので。そうね、ぜひ聞かせてもらいたいです。ここでも全く話についていけない。
項目だけで内容とか変更点とかすぐにわかるあたりすごすぎますよ。ことかちゃんはまだわからないと思うから見て覚えて、早く離れしてね。頑張ります。帝王代理のノリアさんと、帝王代理秘書のアリジア様、二人だけで本当帝国の政治や経済を回してる感じですよ。パトくん、できるのかな？全くついていけないよ。従属人のみんなも当たり前のように時代についてきてたし、スペックが高すぎです。ことかちゃん、今からパト様のところに行くけど、一緒に行きます？はい、私は今日の時代の結果をまとめてから遊びに行くつもりですから遠慮しなくていいですよ。はい、確か今の時間だとソルテ様との特訓が終わった頃ですね。それでは早速鍛錬の間に行きましょう。勝てない、手も足も出ない、もう無理だ。パト様、ほら、ショックなのはわかりますけど。実戦に入って1時間、俺は何回地面に叩きつけられたでしょう。1000回から数えてません。1000回もある時点で立ち直れないんだよ。パト様、元気そうですね。アリシアにことか、遊びに来たのに悪いね。パト君も頑張ってるんだもん、応援するよ。でもソルテやラルと手合わせしてもらってばかりだからあれだけど。本当、どうやったらソルテやラルに勝てるのかな。技のバリエーションや質もそうですが、肉体を鍛える以外ありませんね。まずは私たちの攻撃に慣れないと。難しいことを平然と言ってくれるね。まあ、私たちは世界規模でも最強クラスですからね。そう簡単には攻略できませんよ。だよねー、アリシアとソルテってどっちが強いの？それはもう見てみます。アリシア。まあまあ、私もパト様と関わって新しい能力解放したばっかりですから慣れておきたいんです。ソルテ、破壊弾の使用、許可しますよ。ことか、離れよう。はい。本当にいいんですね。お互い秘書ばかりして、実戦が鈍っているでしょう。軽い準備運動ですよ。わかりました。では、攻めます。この運命ぶり。私は体中にダメージを負った。こんな感じか。無傷。手応えはどんな感じだった？ソルテ。ありました。無抵抗でしたよね。相手の抵抗で挑んでみたの。効果がどれほどか見たかったからね。次はそうね。ソルテは5体満足に立っている。あ、目が覚めた。ごめんなさい、ソルテ、やりすぎちゃった。いえ、事前に聞いていたので大丈夫ですよ。びっくりしました。いきなりソルテ様が5体バラバラになって。私も多少のダメージは覚悟してたけど、まさか5体を一瞬でバラバラにされるとは思わなかったわ。アリシア、あれは一体、虚偽支配、っていう能力です。虚偽支配。私が、虚偽支配、を使用した状態で、思うか、もしくは言葉にすることで、出来事を全て偽りにしてしまう能力なの。ってことはさっきのは、ソルテは5体満足に立っている、って思ったのか。はい、立っている、という部分だけ偽りにできるかと思ったんですけど、全体的に偽りになってしまったらしくて。それでソルテ様がバラバラに。はぁ、また実力差が開きましたね。無限支配にすら対応できないのに物理支配に、万物支配、それに加えて、虚偽支配。勝てる気がしなくなったわ。でも私も今回ので、虚偽支配、はコントロールが難しいって分かったから当分は出せないわ。間違って、自分は大丈夫、とか思ったら自滅しそうだし。はぁ、それじゃあ玉座に戻りましょう。まさかの大ダメージで疲労がすごいわ。ごめんねーソルちゃん、代わりに私が変わるからー。アリシア様ダメですよ。さっきまでずっと仕事してたじゃないですか。休んでください。あーちゃん、大丈夫だから。本当、全速振動し仲が良くてよかったよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。